はい、皆さんこんにちは。今日は歌を見るっていう展示の搬入の日かな。はい、運転してもらってます彼に。はい、音声が乱れちゃったので、今から当て残します。はい、ということで、まあ、前日のね、様子です。今、台座を作り終えて、今から文房堂の会場に設営にしに行ってるところですね。まあ、借りたトラックで、まあ、昨日ずっと作ってた台座、後ろにあると思うんですけど、この台座たちをね、こうトラックで運んでるような感じです。で、今から、展示に向けた、設営をね、していきますので、まあ、まあね、それができて、まあ、無事に展示できるのかっていうような感じです。で、隣にいるのが、割とこう台座を、主だってこうやってくれた人で、はい、もう彼、すごいもう、疲れ切ってますけど、うん、まあみんなメンバーでね結構、まあ、頑張ってくれたので、とてもいい展示になったなっていう感じでした。はい、なんか仲良く喋ってるけど全くレコーディングできてないこと彼らまだ全然気づいてませんね。うん、今日搬入終わりました。今日が2月28日なので、明日の3月1日、まあ、この動画がいつ上がってるか分からないですけど、まあ1日から6日まで展示やってます。そう、この台は友達とね、三鉄して作ったんで、これをねちゃんと見てもらったら嬉しいなって感じですかな。まあ、工芸家以外にも、まあ、日本画とか、あとはデザイン家とか、割といろんな家の人たちが協力して、作品作ってるんで、まあ、僕のね作品もちろん見てもらいたいんですけど、まあ、他の方の作品も素晴らしい作品なんてもいっぱいありますので、まあ、来てもらえるとすごい嬉しいなと思います。一応ね、スマホの操作の方法だけ説明しておくので、まあ、ここにスマホがあって、ここの電源ボタン2つあるから、ここの下ここのボタン押してもらうと、まあ、できるやつを、これパスワード入力しなきゃいけないんだけど、まあ、3021でそのままこれ音楽聴けるんで、そしたらここのこれをこうぐるぐる解いてもらって、まあ、聞くことができます。で、まあ、コロナ対策としてもイヤホンカバーとか、まあ、気になる方はね、アルコール消毒した後に、まあ、ビニールの手袋もできますので、まあ、そこら辺は、安心してもらえればいいかなっていう感じです。とは、まあ、そんな感じですが、まあ、3月1日から6日、1週間しかないんですけど、まあ、皆さんのお越しをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。じゃあさようなら。